はい、えー、皆さん、こんにちは。1週間終わりました。えー、どうですか、皆さん。あの今週、上がったでしょう、ね。上がってます。ボーナスウィークということと、えー、とアメリカの方ではね、えー、バイデン大統領とトランプ代表ですかね、投資討論があって、えー、トランプ優勢というふうに見てますね。だからね、海外の投資家、日本株を買いに来てます。はい、でえー、とね 私もね、この値上がったところを狙って、えっ、ー、とね、これ特定講座ですね。特定講座の理学を行いました。はい。で、一応ね、今月はまあ、えー、まあ、なんだ、まだ、えー、と5日間しかないんですけど、このね、えだいたい50万ほど理学をしています。はい。で、今年度はね、特定講座ではね、あの1月からやると90万、えー、利益を出しています。まあ、ほとんどが今 n i s なんで、 えー、特定口座でね利益を、ね、利確するってほとんど今ないんですけど、うん、であのいろいろちょっとね使うお金を使う理由がありましてはい、えー、特定口座、えー、でえっ、ー、とね成績の悪いやつをねあのあとね処分しをし合わせて整理をしました、はいでえー、とりあえず、ね、現在90万ほど利益出ちゃっててえっ、ー、とね 税金がね、今のところ18万取られてます。はいであと配当金、配当金がね、えー、どうだろう、配当金が、配当金がね、えー、3万1000円、だから21万、22万ぐらい、今のところ納税予定ですね。はいでそれからあとね、あのこれに乗っていない持ち株会の解散で、利確になっちゃったんですね。これがえー、と大体いい18万なので、えー 込込み込みで40万ほど、えー、と納税予定なんですね。はい、で、えっ、ー、とね、まあ、20%ですから、40万ってことはだたい200万ほど利益が出ちゃったんですね。はい、あの利益というのは、買った値段に対して売った値段の差額がえ200万出ちゃってるんですね。で、それの分だけちょっと売却しました。はい、えーでえーとね 整理をいたしましてこれからねあの必ず儲かるもので今まであ,あんまり儲からなかったものを整理していますではちょっと状況を見せお,お見せい,いたしますはいえー、とねえー、先週報告した際には、えー、株式投資がだいたいね、えー、2000万ぐらいになったんですけどおおむね400万売却をしていますはいでそれでだたい400万売却してるんですけどうち えと200万がね正直で利益なんですよはい、ね、だから要するに片値段に対して倍になったんですねでも、えー、まあそれは長く持ってるからね、あのー、倍になってるんですけど、えーまあ、長期保有するとね大体ね、えー、負けるのは少ないんですねただあんまり最近伸びないやつは、えーまあ、売却しちゃってますはいで先にね、えー、残したものを紹介します、はい、で2ー,ークと特定口座があるんですけど まず S&P500。これ全部ね、えー、NISA 枠です。はいで2830株持ってます。でこれね、えっ、ー、と利益が72万出てますね、今のところね、買った時に対して。はい、NISA なんでもこの辺ね、利益は気にしなくていいです。気にした方がいいかな。マイナスだと困っちゃうんですけど、はいで、えー、税金はねあの非課税なんであのー、問題ないですね。だから100 110万のところを180万になったってことですね。サムティ、いニーサーと特定口座それぞれ持っていまして、トータルで300株なんですね。特定口座の方が利益が出てます。先に特定口座でね買い付けてたのかな。マクドナルド、特定口座で,えですね50万で買ったのが60万超えてきてます。JT、ほぼ倍ですね。ほぼ倍になってます。 でひ、えー、ヒューリック、これね、えっ、ー、と、今年し、n i に、特定口座だったが、NISA にか、あの、えー、入れ替えたんですね。はい。ですから、たっぷりと利益が出てたんですけども、で特定口座分を、えー、と売却して、NISA、えー、に入れ替えてます、はい。これは300株持ってます。はい。で、一見マイナスのようなんですけども、まあ、あの、利確しちゃったんですけど、えー、本当は、えー、大きな黒字で、大体倍になってます。はい。 で今、一旦下がってる時期なんですけど、これから多分、ね、回復して上がってくると思います、はい。入れ替えたばっかりなんで。で、ホットランドはそのまま。もともと NISA だったんですけども、5年経ってしまって NISA が、えー、と解除になっちゃったんですね。はい。で、これ見ての通りね、えっ、ー、と1.5倍ぐらいになってますね。1.3倍ぐらいかな。はい。で、スカイラーク。これはね、えっ、ー、とな、長く n i で持ってるんですけど、赤字です。はい。これは売らない。 これは売らない、えーね。株主誘体が楽しみなので、これは売らないです。はい、で、えー、東急不動産。これも利益は出てるんですけど、これからちょっと期待したいところなんで、利益あんまり出てないですけどね。で、特定口座なんで、で、また1年間様子見でダメだったら売却します。よかったら NISA 口座に入れ替えます。はい。で、えっ、ー、と、バリモリート。これはもう多分ね、 えー、日本有数の後輩当名柄です。ですから、あんまり利益は出てないようですけど、配当金が相当もらってます。はい。オリエンタルランド、はい。ほぼ倍です。はい。ほぼ倍になってます。110万で買って、えー、倍になってますね。はい。で、これはまだ持ち続けます。はい。えー、ちょうど下がってるようですけどね。はい。全然倍なんで。だ,だいたい2.5倍ぐらいになったんですけど、最大で。はい。待ってればね、多分なると思います。で、あのー、 新しいね、えー、ファンタジーなんとかっていうコーナーもすごい順調のようで、この間行きましたけどで、今度スペースマウンテンが建て替えるので、これまたすごい期待高いですよね。はい、で東京個別指導会議、これただたた単に応援したいだけです、赤字だけど、ねで。楽天グループ、これ最近買ったんですけど、これ期待していいんじゃないかな。ねでまあ、順調にいけば。 来年には兄さんにしようかなと思ってます。ね、あのかなり、ね、ユーザー数700万人に増えているということですね。はい、であと、プラチナバンドも取れているし、あのこれ期待したいと思います。で株主優待で1年間無料の SIM が、ね、お借りできるので、そのために買いました。ですが結構上がってきてますね。10%も上がってる。はい、で特殊用業、うん。これマイナス用なんですけど、NISA、えー、に入れ替えたからね。 えー、マイナスです。ですが、本当は倍ぐらいに合ってますね。NGK、これはとてもいいです。で、えっ、ー、と、次に、日本郵政ね。これもだいたい倍以上になってますね。倍以上になってます。はい、えー。日産自動車、これね、ただ応援したいだけで持ってるわけです。あんまり儲かってません。で、配当が今回、えー、久々に復活したんですけどね。後輩と、昔は後輩と銘柄で有名だったんですけど、はい。これ復活したいのに期待したいですね。で、トヨタ、トヨタ順調に上がって、一旦倍までいったんですけど、 あの例の不正問題がありましたよね。でえー、これを回復するのはね、待ち遠しいですね。ヤマハ発動機。うん、これは NISA に入れ替えました。300株、はいえー。入れ替えたばっかりなんですけど、もうすでに、えー、結構上がってるんですね。でヤマハ発動機ねあの、例の不正があったんですけど、些細なな、ね、問題だったようなので、もう解除になってます。で量産体制に回復してます。でしかも 主力の、ね、YZR ですね。YZRF1 でしたっけ、えー、がね、あの、ね、一旦生産中止められたんですけど、ね、ほぼ1ヶ月もないうちに回復してまして、で、もうヤマハって言ったらね、バイクでは第2位、本題に着く第2位ですね。世界第2位です。それからあの船で、船舶ね。これね、あの小型船舶か、ね。これは世界1位ですよ。はい。それからね、えー、とね工業用ロボット、ね、を作ってます。 であと、トヨタにね、エンジンを供給してたりとか、えーまあ、いわゆるそのハイメカエンジンですかね、DO1 とかね、えー、そういう車のエンジンを供給してるんですね。レクサスのスポーツタイプなんかもヤマハのエンジン搭載してるんですね。はい、ヤマハっていうとね、ホンダと並ぶ F1 のエンジンを作ってるとかだったんでね、はい、あの多分世界最高峰の技術力を持ってるんですけど、ただね、ホンダにはね、ちょっと届かないんですよね。 そこはちょっと残念なところですね。あとドローンとかね、そういう、あの、えっ、ー、とね、軍事物資ですね。だから、えっ、ー、と、政府に納入してるのかなだから、その辺はね、三菱自動車と同じようにね、あの、これはね、そこ、まあ、なんていうかね,あねおあのに、日本がね、政府がね、バックにいることがあるんで、ここは強いですよね。はい。うん、ただ、技術力が本当にはちょっと追いつかないというところがあるんですね。あと、ジュビリー・田 あのオーナー企業なんで、でジビューバタの試合がね、あの優待で見に行けるっていうこと、これが楽しみですね。はい、あとね、カレンダーとかね、これかっこいいんですよ。ヤマハのカレンダーね。それもらいたい方、目にやってます。で、配当も結構ね、3.3%ぐらいあるのかな。高配当のブルーに入るので、これはね、絶対にいい銘柄ですよ。絶対に銘柄。ね。はい。これはおすすめ。はい。で、特定で、えー、あの、マイナス10万になってますけど、これ、 全種ホールディングスね。はい。これはね、あのー、なんだ、3倍ぐらいになってるんですね。で、今、一旦下がっちゃってるんですけど、はい。で、えっ、ー、と、NISA 枠にちょっと入れ替えてはいないんですが、えっ、ー、と、また来年、か再来年は考えていきたいと思います。はい。で、マイナスなんでね。はい、マイナスなんでね。はい。えー、サイズエリア、うん。これは倍になりました。で、特点になっちゃったんですが、NISA が解除になっちゃって、特点になっちゃってるんですよね。 はい、それでもさらに7万2000伸びてる。でサイズいいですね、すごくね。はい、AOKI h o l d i n NISA 枠で結構出てます。はい、あの結構上がってますね。うん、これね、あのー、開発クラブを持ってるんで、これがね、底堅い人気あります。はい、イオン。えー、次ンはね、これはね、主婦の皆さんにはね、ありがたい銘柄で、私も映画はね、あのー、安く見れるんで楽しみです。で、銀行。で、四国銀行。特定と NISA。 でそれぞれぞ持っってています、うん、上がってますす上がねどうなんでしょうこれね、銀行、だからね、あの金利が上がるんであれば銀行銘柄強いかなと思って一応持ってますね。はい。はい、で、JPX。はい。これもね、えー、絶対大丈夫な目がですね、東京証券取引所自体が上場してるやつね。これ、これはね、なかなか、えっ、ー、とー、そう、これが潰れたらもう日本おしまいってやつなんで、はい。で、クオ・カードくれるんだよね。はい。で、えっ、ー、と、1号オフィス。 ですねこれはね、日本1位の配当銘柄、高配当銘柄ですね。はい、であのマイナス数千ついてやってるんですけど、ほぼね値段変わんないですよ、ずっと。であの高配当で株ね配当金もらってるだけなんですけどね。はい、で、これそのうち NISA にします。ブックオフホールディングス。NISA、はいえー。で、一旦ね、ちょっと社員の不正があったのかな売り上げのごまかしがあったのかななんかあって。 ね、一旦下がったんですけど、ね、まだあの利益が出てるし、ね、これはね、あのブックオフなくなることはないと思いますね。はい、だって、お店行くとお客さんいっぱいですよね。うん、ここね、あのそんなことにならないと思います。一,一部のね店員さん、社員さんがね悪かっただけで,、はい、で。今日売却したのが NTT。これやっぱダメだったね。うん、ダメだった。で持っててもなんか将来性がないな。これ NTT 持ってんだったら、 あのー、楽天持ってる方がいいと思います。おそらくね。で、ソフトバンク、次ね。これ、底強いですよね。で、さらに、えっ、ー、とね、買い足しました。NISA で買い足しました。500株ね。はい。利益出てます。はい。本当はね、平均株価がね、1400円ぐらいだったんですけど、えー、1900円で500株買っちゃったんで、NISA はね、ちょっと薄まっちゃって、高くなっちゃってるんですけど、それでもね、今、2000円してますから、2000超えてますからね。これはまだまだね、 あのー、急には伸びないんですけど安定してるんじゃないかな、うん、で海外投資が結構買ってみたいですよね、はい、これおすすめですね、はいえー、と吉野家さん決算悪かったんだけどね、はい、これはゆゆうたい勇退が、ね、楽しみなんでねこれはね売らないです、はい、でこれでマイナスになってるのは NISA の5年間経過したからね解除されてるんですよねただじ実際はねこの半分ぐらいで買ってます、はい はい、で倍ぐらいの利益出てるんで、もうちつ見ますね。で、松屋フーズ、これもね、優待がいいです。2鎖枠で、まだ、来年あたり終わっちゃうのかな。はい。で、また考えていきたいと思いますね。えー、ここはね、あの、とんかつ、あの、何を食べても,もう、ただんが来るんでね、楽しみなんですね。で、はい。ということで、現在の所持はね、あの、この通りね、1562万です。はい。ね で、利益が千400万ぐらいついてるのかな。だか実際は、えー、1100万ぐらいしか使ってないんですけど、えー、現在全部今売,売却するんであれば1500万になってきまいますね、えー。400万の利益が出てる状態です。はい。えー、今言ったね、銘柄すべてこれはあの残しました。どれを持ってても何かね、プラスになります。で、見ての通りね、トータル金額でも えー、そう、400万プラスなので、さらにね、伸びてくると思いますね。はい。で、これ、多分ね、1年間で300万ぐらいは増えますよ。はい。そういう予測で言います。そのまま持ってるだけでね。あのこれだけ持ってればですよ。1500万株を持ってれば、えー、200か300は自動的に上がってきますね。はい。また来年も、えー、NISA とかが、えー、追加で買われる方い,いらっしゃるで,でしょうから。 で今言った魅力がありますよね、配当とか優待とかね、という,う銘柄で今、続けています。はい、じゃトータルでちょっと説明いたします。はいえー、トータルではだいたい2400万、ぴったりぐらいですね。はい、でだいぶ現金化しました。はいえー、株式はねさっき言った1560万ぐらいです。はいで、えーとー おー証券会社に、えー、59万ですね。で銀行口座に7780万なんで、だいたい830万ほど現金を今用意しています。はい、で、えー、前回言った通りね、あの住宅ローンを完済しようと思ったんですね。ただ、銀行にちょっと止められました。はい、もうあとね、元本と利息をこう払ってるんですけど、利息は、ね、もう長く払ってるんで少ないんですよ。で今辞めたら えー、団体の生命保険とか火災保険ねあの銀行はかけてくれてるんですけど、えー、それがあのな、ー、くなっちゃうんでもしねあのー、ぽっくり死んでしまった何か事故で死んでしまったりとか、えー、あのー、なんだ、えー、火事があったり、えー、も,もらい事故とかあるじゃないですか火災とかねそういうのがあった時にあのー、どうしてもね、えー 家を持ってると、建物を持ってると、火災保険入ってるんですけど、それがね、今度自分で入んなきゃいけないとで。で、火災保険って意外と高いんですよね。はい。だから、あのー、このまま続けた方がお得ですよということで、えー、一応ね、この800万っていうのはね、用意したんですね。830万かね、用意したんだけど、ちょっと今、銀行に説得されて、あのー、一挙力換算しない方がいいですよと。今まで通りね、あのー、 例えばね、それなりに収入があるんであれば、払えるわけだから、月々ね、わずかもうなっちゃってるんでねあの、それは維持した方がいいでしょうと。で、それだったら、今度は時計を買おうかと思いますね。で、次回がね、まあな、簡単に入ってこないと思うんで、1年ぐらい待っ,待っちゃうと思うんですけど、えー、そうですね。 オーディマピゲとかをちょっとね、あの今考えてるんですけど、えー、1000万しないぐらいの時をね、ちょっともう一台買おうかと思います。はい。で、えー、そうですね。えー、まあすぐ、ね、注文してもすぐ来ないんで、あれなんですけど、えー、まあたいね、今回は1カ月でね、たい800万ほどちょっとね、現金を用意することはしたんですけど、えーね あの何かで目,目的と違う方向にちょっと行っちゃったかなっていうところですね。はいうん、で、えー、そうですね、あの目標としては、えー、あとね、あのー、拠出年金が大体800万ぐらいになったんですね。はい。えー、それとね、あのー、会社の退職金ポイントというのがあるんですけど、合わせると、大体今ね、たいあの300万円ね、今、あのなんだ。 持ち株買い終わっちゃったんで、やめてしまったんで、入ってきちゃったんで入、もう逆にね、手に入れてしまったんですけど、実際に、えー、拠出年金ですね、いでこって書い居拠出年金ですね、まあ、これ株と同じなんですけど、これもね、見事撤収しまして、だいたい4倍から以上のですね、あの、配となってます。まあ、普通は2倍なんですけどね、普通はね、あの会社が、えー、かけた分の同じ金額払うんですけど、 私の場合、さらにいい銘柄に引き当てたんで、4倍ぐらいになってます。で、だいたい居室年金が800万、今のところ予測でね、800万で、退職金、積立金が330万ぐらいあるので、1100万になります。で、今のところ、えー、自分の持ち資金ですね、あの住宅ローンを除いてですね、3500万になりました。はい。3500万になりました。はい えー、まあこれでね、えー、一生ちょっと問題なくやっていけるのかなと思います、はい、無理のなくね、えー、で株もね真剣にやらずに、えー、今持ってた銘柄をそのままにしておいて、えー、旅行行ったり、えー、なんかね美味しいもの食べたりとかすることができるのかなというふうに思います、はい、でまあ私ついてたのはやっぱりね持ち株買いですよね、はい 持ち株買いっていうのはやはりねあのどの会社でもきっとね上場企業であればやってますで会社がねその補助を出してくるんで実際に株を買う金額に対して10%とか企業にいっては20%とかね補助を出すんですよはいでそれで、えー、要はね 10%20% オフで株が入るとで、えー、と今回ね会社の都合で、えー、と上場廃止をしたんでねあの 1.5倍の値段で買い取ってくれるという話になったんですね。だから、もともと安く買ってた上に1.5倍になるというね、これは本当ラッキーだったんですよね。はい。それと、居出年金ね、これ、いつかね、紹介します。あの、かなり戦闘的なモードで、えー、買ってたんですよね。はい。えー、後進国のね、ETF 買ったんですよ。はい。で、あの、手数料少なくて。 であのかなりね、伸びてるんですよね。逆に先進国の日本とかがヨーロッパとかね、あんまり伸びてないんですよね。後進国とか、えー、がちょっとね、結構命中しできたのかなと、はい。4倍以上いきましたね。うんはい、で月々、そう、1万円しか払ってないですよね、教室年金ね。それが、えー、本当だったらね、300万ぐらいしかならないところ、大体800万まで引き当てたんでね。えー これも、ね、よく研究すればね、そういうのも当てられると思いますので。はい、ということで、えーとね、私の,、ね、あの紹介ですねあの、たまたまだったかもしれないし、まあ、あれですよね、あのー、マルクスの資本論って本を読んだことがある人には分かると思いますけど、これね、実際は、ねえー、日経平均とか見てみれば、あとニューヨークダウンとか見てみれば分かるんですけど、絶対儲かるんですよ、はい、あの投資家っていうのは。 えー、マルクスの資本論だとその中にはその労働者と経営者としかいなくてその各社が生まれると、ね、で最終的にどうなるかというと投資、えー、に新しい分野ができるということですねもう実,際実際に、ね、私なんかこうやってあの、ねえー、少しずつ貯めていったら気がついたら、まあ、大体3500万までになったというとことですよね、えー、ということが言えます、はい、で絶対、ね、あの負けたことが実はないです正直言って。 で悪い成績のやつはありましたけど、えー、持ち札ですねあの、いろんなミッキーを先ほどお見せしました、28社お見せしましたけど、大体いい打ち消しあってプラスになるんですよ、はい。だから皆さん20社以上株を持つってこと、はい、であれば、えー、いいですね。S&P500 とかおすすめする人いますけど、あんまり伸びないんですよ。 はい、あんまり下がることはない,あん,まりないんですけど、その代わりあんまり伸びないですよね。で個別銘柄で、本当に、ね、応援したい会社を選んで買われた方が、私はいいかと思いますね。はい、そういった理論でやったやった,ために、今のところは、ね、そ,れがその理論が正しかったというふうに実感しています。はい、では、今週の、ねえー、株式投資結果でした。はい、あの来月から、ね、今の 20えー、28社をベースにどうだったかを説明していきたいと思います。はい、今週はね、えー、累積を紹介させていただきました。以上です